アホなネタはもういいです。早く言いましょう。うん、まあこれはもう早めにあげとくわ。うん、何が、うん、今ちょっと面白いんで。うん、何がよ。1回目と同じところにいると思うなよ、本当に。なるほど。なるほどね。あなたがね。何これ。何これ、ちょっと写真撮ってね。これは何、隠れたって言われてるよ。隠れたよ。うん、そう、さっき隠れたんですよ。お、なんか言葉通じてんじゃん。この花見たことない。これなんすか、これ、うん、これは食べられるんでしょうか。何で全部食べようとするの、あなたは。よし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 の人が、あの、分かってくれると多分見てないよな。見てたら、そうなんだよ。たまに見てくれるんで、その時もし見てくれてるんだったら教えてほしいかな。写真撮って Google 先生に行けば一発で分かる。でもこれで食べられるって言ったらすげえショック受けるんで。うん、ちょっとつまみたいじゃん。あ、食べられるって言ったらちょっとじゃないかな、ちょっとつまんでみたくない。甘いのか甘くないのか。ただね、毒だったら、あの、死ぬやん。いや、てかこっから100何キロ運転しなきゃいけないでしょ。なんかそこ隙間あるなぁ。行ってきな。はい。あ、ずるくないそれ。違うよ。入り口しか行かないよ。戦争の一線、駅は。ありますか？ないっすね。獣道かな。だって案内とかないでしょ。ここですって防空壕みたいな。いや、どこも人が多いね、今日はね。中なの？だって海側上陸してパーンでしょ。じゃあ一回ちょっと中入ってみる。ちょっと海側人が多いんで。はい。そうなの？島ぐるっと一周できるんじゃない？デコボコしてるのも無理だよ。してないよ。それはもう、ほじくって。は？己で道を変えたくて。そうです。はい、じゃあ、島入ります。はい。